はい、はい、始まりました国家大チャンネル、ありがとうございます。今回は第3回目の放送となります。よろしくお願いします。私入試課の岡山です。今回は、キャンパス構内にある図書館で放送しております。ライブ配信です。すごく後ろの方映ってると思うんですが綺麗ですよね。すごく抜け感があって、在学生からもとても人気のあるスポットとなっています。で番組の特徴としては月1回の15分の、ライブ配信番組、そしてオープンキャンパスや進学相談会だけではわからない大学生の普段の姿を動画でお届けしてまいります。授業、課外活動、隙間時間、皆さんここら辺気になりますよね。その他時期によっては最新情報の告知や入試のポイントについてもお届けしてまいります。この動画は公式チャンネルにアーカイブされますので、いつどこでも何度でも見ることができます。皆さんどんどんご視聴ください。では早速今日のメインですね、参りたいと思います。今回のテーマは卒業研究ゼミって何ですかっていうところですね。ちょっと難しい話になるかもしれませんが、皆さんに分かりやすく伝えるために今回はゲストの方に来ていただいてます。ではどうぞ。こんにちは。はい、ありがとうございます。ではお二人に自己紹介をしていただきましょう。はい、どうぞ。診療放射線学科4年、中山です。橋本です、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。緊張しない？大丈夫です。大丈夫ですか？橋本さんには余裕そうですからね。はい、では早速今回事前に収録した動画ですね、見ていただきましょう。ではお二人 V 振りをお願いします。VTR スタート。国家大チャンネル。あ、いいんですか？ありがとうございます。いただきます。やったー。やったー。どうぞどうぞ。ありがとうございます。今日すみません、私がちょっと班から別の会議がちょっといじられちゃってる感じなんで、まず全体が集まるところでしたい。ということで、じゃあ、妻2回目でよろしくお願いいたします。3本目で授業だっけ？前回、全体的なお話として、まあ、卒業研究の話の進め方だったりとか各テーマについてそれぞれ皆さんにこんな風にやるよ、皆さんがこういうテーマでやるというのを共通情報として、ね、話をしました。で今日ちょっとお話ししたいのはそれぞれのテーマにテーマというか関係なく研究の進め方の具体的な内容をちょっと話をしたいなというふうに思います。で、始まる前になんですけれども皆さんの中である程度研究方法を考えているよっていう人がどれだよ。1人。じゃあせっかくだからちょっと飛山さんが今考えているよ。はい、せっかくだからね。子宮の検査をするためにエコーでするためには膀胱に、まあ、おしっこが溜まらないと。肘の方でエコーがすごく詳しくて2年前 の, 今考えている膀胱ですか？膀胱だって、強化するときにさ数値化するのを見かけにするのどうするの？さっき富山さんは体積っていう数値化するよね。数値化とあと電学が出るのかっていうのを見たり、じゃあ評価は2つで視覚的と数値でやる。今この2つは書いてあるのは、国家大チャンネル。どうしよう。じゃあ外しとくかね。私ちょっと顔はんかしんでしたら始めましょう。で、
まず、ね、研究考えてるやつをちょっとさ、そこで具体的な今ちょっとでもいいからちらっとでも後ろにちょっと書いて、はい、うん、ストレッチファクトとか180度の特徴、180度に特有のアーチファクトみたいな名前でしたね、ガス評価みたいなさ、それでもタイトルいけるじゃない。宮野さんは、ペットなんで、あれなんですけど、今ちょっと話出しているのが定量的っていうのはやりたいなと。でこの定量的がなんかこうちょっとやった方がいいかもしれないでしょ。そうしないと大変だよ、ゆっくり動いてるのって筋肉ブラザーズです。筋肉しかないです。お側面じゃない。これさ、まあ、こういう風に取ったとするけれども、同じように何回取っても同じ角度だったりとかってできるようにしないと、多分だけど数度のズレっていうのをもう一回作れるかっていうのは一番俺の中で心配してるところ。それだけお願いします。頑張って。はい、失礼しました。はい。北海道チャンネル。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか緊張しますね。いやそんな大丈夫だ。大丈夫ですか。でもね緊張するね。あー分かりました。はい、まずまあうちは診療放射線学科なので、医療に関係した学科ではあるんですけれども、卒業研究っていうのはどこの学科でもまあ共通でやってるところかと思います。で、まず考え方としては自分で、まあ、何をやってみたいか、大学に入ってやってみたいかっていうのが、まあ、3年生4年生ぐらいになると、まあね、少しは具体的に出てくるんじゃないかなって思うので、それをじゃあどうやってその疑問だったりやってみたいっていうことを具体化して、でそれを研究として作り上げるかっていうのがまず卒業研究かなと思います。そうですね、基本的には病院に勤める子たちが多いのと、まあ、大学院っていうのも、まあ、今後あるかもしれないんですけども、まあ、それぞれだんだんこう道がですね、将来の道が決まってくると思うので、まあ、それに向けてまずは頑張ってもらいたいっていうのと、やっぱりもう一つはうちの大学はその診療放射線技師になるための養成校なので、しっかりと国家試験をね、受けて合格してもらいたいなと思いますね。はい、ご覧いただきました。実は今回皆さんのねお友達となんと先生も来ていただいてます。皆さんゲストにエールをお願いします。ありがとうございます。じゃあ引き続き、はい、行っていきたいと思います。動画実際にね見てもらったと思うんですけど、どうです、なかなか見る機会ないと思うんでね、自分の姿真面目に、すごい真面目に見てましたね。あれどういう、なんていうの、あれグループでやってる時ってどういうことを考えてたりとかするんですか。そうですね、自分の研究がどうやって進めようかなって考えてるのと、周りの人がどんな研究やってるのかを聞いて、自分の研究に何か取り入れたりできないかなっていうのを考えたりしますね。なるほど。いろんな人の話も聞きながら、自分のどんどん、なんていうレベルアップというか、していこうっていうのは、結構気持ちとしてあるんですね。自分より他の人進んでたらやっぱ焦る。焦るよね。そうですよね。動画の中でも、自習スペースってあったじゃない。あれって結構利用したりするんですか。そうですね。うん。前とかは、特に。今だったら模試前なので、あ、なるほど、はい、
家ではしないで大学に来るんだ。家でできるときは家でしたいですよ、うん、そうね、そうだよね。でも動画で見てても自習スペースとあとは先生の部屋の目の前じゃないですか。結構ここら辺ってなんか聞きたいときに聞きに行ったりとか、なんかそこら辺って結構いい面があるんじゃないかなって思うんですけど、実際利用してる方としたらそうですね。OK、いずれ大丈夫です。先生の部屋わかんないことあったりしたら、うん、聞きに行けるので、うん、使いやすいですね。ああ、そうかそうか。あの場所って固定されてる？やんわりとは決まってます。実はね、あの撮影した次の日もあの同じ場所をちょっと先生に用事があって行ったんですよね。行ったら飛山さんが全く同じところで勉強してたの、あだからあそこ固定なんだなってちょっと思って、すっげえ真面目なやつらしい一枚収めたんです。それでちょっと本人に送ろうとは思ってたんですけど、はい、まあ、そんなこともありながらちょっとね、私の疑問として、なんだろう、今4年生でね、診療放射線学科の学生さんとして学んできたんですけど、じゃあそもそもなんで診療を目指したのかなっていうところをね、ちょっとなんかエピソードというか、高校生の時にこういう心境があったんですっていうのがあればちょっとお聞きしたいんですよ。僕は両親と将来の職業について話した時に、たまたまこの職業が出てきて、自分で調べているうちに興味が湧いてきたので、うん、大学に行って学んでみようかなと思って選択しました。うん、なるほど。橋本さん？私はもともと医療系には興味があって、うん、最初薬学部希望してたんですけど、ちょっと6年間自分には長いなって感じて、看護師とかもちょっと自分には向いてないかなって思って、うん、高校生で物理選択した時に、はいはい、物理を取って医療系に行ける職が放射線技師で出てきたので、うん、それで放射線技師を目指しました。なるほどね。なるほど、なるほど。実際に入学してから、いや、これ勉強してくればよかったな、とかっていうのってあったりします？生物とか。生物か、ね、あとは、なんか。物理も。うん。よけば、そうはないと思います。そうか。数学とかはそう。数学もそうですね。7Lはやっといた方が入学後にいいってことですね。実際に科学大にね、進学しようというか、その、志望校の候補に入ったのって、大体いつぐらいだったんですか？僕は大体高校2年生ぐらいなので、決めたの？もう科学大受験しよう。高校3年生の時に。ああ、なるほど、なるほど。2年生ぐらいの時には科学大っていうところに、診療させながらっていうしたっていうことですね。橋本さんも？私はもともと違う大学を第一志望にしていたので、うんうん、それでも北海道内で受験しようとは思ってたので、うん、最初の方には志望校のうちには入ってましたね。なるほど、はい、そうですか。なるほど、なるほど。まあ、そんなお二人は科学大に入学して4年間勉強し、今ね、もうちょっとでね、来年の3月に卒業ということで、まだ卒業研究って、なんて段階としては、まだ結構初期、動画を見てもらった通り、まだね、2回目とか3回目とかだと思うんですけど、どんどんこれからね、壁にぶつかったりとか、ね、楽しいこととか、嬉しいこととかね、あると思うんですけど、先生の助けもあると思うので、ぜひ、一生懸命頑張ってほしいなと。分かってますね。ありがとうございます。では最後にね、この視聴してくれてる、まあ、高校生だし、まあ、いろんな方視聴してくれてる、その方にお二人からそれぞれメッセージをお願いします。では中山さん、はい、視聴してくださってる高校生の皆さん、大学生活楽しいことがたくさん待ってると思いますので、今勉強頑張ってください。はい、じゃあ橋本さん、放射線技師はあまり医療系の中では知られていない職業の方なのかなと思うんですけど、今回の YouTube で少しでも放射線技師の魅力とかが伝わればいいかなというふうに思います。高校生の皆さん、勉強頑張ってください。はい、ありがとうございます。
ハの時より緊張してないね。はい、よかったです。ありがとうございます。お二人にはこのまま引き続きお付き合いいただきます。では次のコーナーに参りますね。イベントのお知らせです。今週末7月1日土曜日ですね、薬学部オープンキャンパスが予定されています。なんとお申し込みが明日30日金曜日の5時なんですね。これ締め切りになってます。この薬学部オープンキャンパスは結構実習体験を充実させているんですね。この4つの写真を見てもらえば分かると思うんですけど、薬剤師ってどんな仕事してるのかなとかね、そういったところから実は在学生とのお話もできるんです。なので職業体験から、じゃあ科学大ってどうなんだろうっていうところまでまるっとこの日で、知ることができますので、興味がある方はぜひお申し込みをお願いします。事前申し込み制になってますので、詳しくは大学のホームページをチェックしてください。ではこんな楽しい回ももう最後なんですね。残すところ時間が迫ってまいりました。次回は7月の27日木曜日6時からですね。この、告知については LINE で主に行ってます。まだ登録いただいてない方はお友達登録をお願いします。では最後にいきますよ。はい、では北海道科学大学のチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。はい、ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。